ダメだ、頭回んねえな。はい、どうも皆さん、こんばんは。ワード2、2018年4月の16日、8時11分です。よろしくお願いします。今ね、解放のサムネ作ってあげてた。解放が私のも作ってって言うから、スナック解放22時30分の女、これ作ってあげてる。はい、ノンラブいらっしゃい。トモさんいらっしゃい。楽しんでってね、よろしく。あれ、ずれてんな。はい、ワードツー、おはよう。はい、いいよ、全然ついでだから。運が良かった。解放届いたら教えて。解放今送ったから。届いたら教えて。届いたよって。で、俺のロゴをどうするかだよ。届いたら教えて。各船長バカありがとう。届いたら教えてね。俺の放送タイトルどうしようかな。スナック解放はね、もともと持ってるあれだからいいけど。和道ライフか。和道ライフ。あ、和道ライフ悪くないね。和道ライフか。おー、センスいいね。うん、和道ライフ。おー。どういった？もうデータ消しちゃっていい？それで気に入った？もう編集しなくていいならデータ消しちゃうけど、OK、消して。消して OK だったら消して OK って書いて。後から変えてって言われても変えらんないからね。で、Twitter とかさ、あれに使えばいいよ。番組とかに。OK、じゃあ消すよ。どうしようかな、俺のタイトル。ワドゼミかな。ワドゼミがまあ一番いいかな。一番わかりやすいよね、ワドゼミが。もともとワドの異常なゼミナールでずっとやってたから、ワドゼミが一番わかりやすいかな。とは思うけどね。ワトゼミかな。うん。
和道ゼミ、そうそうそう。もともと和道の異常なゼミナールでやってたんだけど、これかな、和道ゼミ。和道18金カレーみたいだね カレーみたいだね、カレー。はい、ワード2、リンリンのいらっしゃい。まあでも可愛いと思うんだよね。
わいいよね。どう？なんか女の子にも受けそうなデザインだね。これ。ワドゼミ。なんかトゲが抜けてかわいいよね。どう？はい、ワド2。アイテムありがとう。かわいいよね、ワドゼミ。T シャツのデザインに入れるためなんだけど。これね、俺の番組のロゴ。T シャツとかグッズにするときに全部統一しようと思ってて。悪くないよね。ワドゼミにするか、じゃあ。うん。いいよね。かわいいよね。ワドゼミにすっか。ハート3個ありがとう、リンリンだ。じゃあこれ落とし込んでいくか。あ、T シャツに入れるよ、入れるよ。うん。入れる、入れる。それのデザインを整えてる感じだね、今。
もちろんロゴデザインだから。バックヤード見てる。あ、これを配信外でやってるともう疲れるのよ。本当はね、作業枠だから家でやれっていうかね、部屋で作業やれって感じなんだろうけど、大変なのよ。もうメンタルやられるんだよね、こういう裏方の仕事をやってると。そう、こういうのをね毎日やってるのよ。だから1個のロゴでも結構こう時間かかったりすんのね。こんな感じか。インターネット生放送いる？どう思う？どうかな。インターネット生放送入れたんだけど、どうも微妙。入れない方がいいかな。どう、みんな方が、ワドゼミだけの方がいい？どう思う？YouTuber って入れた方がいいかな？ YouTuber って入れた方がいい？ YouTuber にしてみる？ユーチューバーでトライしてみようか。じゃあユーチューバーか。インターネット生放送じゃなくてユーチューバー。スペルが YOUTUBERユーチューバー。ちょっとフォントがあまりよろしくないかな。フォントと合わないな、ユーチューバー。どうしよう、インターネユーチューバー。難しいね。生放送ってひらがながいまいちいい。カタカナかひらがなかしか選べないんだよね。英語にするじゃ、ローマ字でブロードキャストとか入れる？インターネットブロードキャストとか入れる？ YouTuber 微妙だね。なんかこう書体が合わないね。うん、書体が合わない。ユーチューバー光がうぜえな。インターネットブロードキャストとか入れる？どうしよう。ワドゼミだけでもいいかもね。
ストリーマーになるのかな、どうなんだろう、英語だとなんていうの、ストリーマーっていうのかな、まあ YouTuber が一番わかりやすいんだけどね。ワドゼミだけにしようかな、じゃあ。ライブストリーマーっていうより生主はアメリカ、あーそうなんだ、ライブストリーマーなんだ。あー、ライブストリーマーか、どうしよっかな。じゃあインターネット生放送消すわ。ワドゼミだけに、ワドゼミだけの方がいいのかな、ワドゼミだけの方が可愛いかな。これ T シャツのデザインとかにするからさ、みんなで決めようよ。こっちだけの方がいい、ワドゼミどう、ワドゼミ、ライブストリーマーになんだ、ワドゼミどう、みんな、シンプルでこっちの方がいいか。書体ちょっとさ、ここ間隔開きすぎてない、もっと詰めない、ギュッと。グループ解除、もうちょい詰めた方がいいような気がするんだよな。このくらい、そうなんだよね、可愛いが結構女の子目線、意外とねデザインとかやると俺女の子っぽいところがあるんだよ。女子力が、俺の女子力は火を吹くんだよね。あ、どうすりゃいいんだ、これか、こうして、こうして、ワドゼミ、心こっちだ、ワドゼミどう、かわいいよね、 T シャツとかどう、シンプルでこれでいくか、ワドゼミで。これで行こうか。どう？賛成？これでいっか。これで良さそうだね。で、これをグループ化して、パスを解除じゃなくて、グループ化ってどうやってやるんだ？ありがとうみーすけ、じゃあこれ今後のロゴにするよ。複合パスを変え、あ、やべ、グループ化ってどうやってやるんだっけ、変形、あれグループがないな、複合パスを解除、グループいいか、これをこうして、じゃあこれが正式な和道のロゴになります今後。じゃあこれでいくわ、賛成。じゃあ T シャツのロゴにもこれ入れるよ。ちょっと細いけど可愛いよね。
花火ありがとう、みんすけ。ワードゼミ、これをどうすればいいんだ。これをさっきのシネスコープ作ったからこいつを外して、ちょっと待ってね、今いろいろやるから。ウェブおよびデバイス用に保存。これが今作ったやつ。かわいい。かわいいかい。これですね。どう。ワドゼミ。これが完成形。可愛くない？見やすいでしょ。色どこだ。こんな感じ。可愛い。おはようミミさん。新ロゴ、和道の新ロゴ、和道ゼミ。赤でいいよね。シンプルでいいかもしんないな。悪くない。じゃあこれでいきますね。映像で今度は、おはよう、アイテムありがとう。
あなたいらっしゃい。いいんだよ。いっぱい来て。ありがとう。嬉しいよ。これが正式なサイズだって。結構幅取るんだな。こんな感じか。白の方がいいかな、ワドゼミ。白にする。白の方がいいかな。白バージョンも作っておくか。白の方がいいな、多分。のんちゃん本当に起きないな。体調悪いのかな、心配だな。ちょっとのりこが全然起きないよ。そうだね、パターン多分ね、赤はねそんな使わないと思うね。赤はそんな使わないと思う。白に切り替えてみようか。白メインで使うことになると思うんだけど、ちょっと待ってね。白の方がいいね、うん、これでいこう。白でいこう。眠り姫、あ、いい表現だね。白の方が可愛いね。あとはここにロゴ入れた。あとね、こっち側にね、ツイッターのフォローとかのアットマークなんとかとかいっぱい入れたいんだよな。うん、白の方が見やすいね。尖ってないね。デザイン性が上がったよね。もう少し、この辺でいいか。このくらいで。どうせ見て。いいんじゃないでしょうか。なんか可愛いよね。シャカとペコがのんちゃん遊んで起きろ起きろって言ってる。初見さんいらっしゃい。で今度はで、これを白。
ちょっといろいろ整えるから待ってて。クリエイターワード。作り込むわ今日。のんちゃん起きるまで T シャツのデザインできないからさ、ちょっとこっち側の前々からやろうやろうと思ってたやつをやっておき、やって番組作り込もう。かわいい、うん、あ、そうなんだ、病院なんだ、オッケーオッケー、また戻ってきたらよろしく。
お部屋綺麗じゃないよ。すっげえ汚ねえよ。お部屋だよ、お部屋。数年前から見てんの？くーちゃん。ありがとう。コメント書いてくれると嬉しいよ。応援して。フォローもよろしく。Twitter、YouTube、ふわっち。この辺フォローしてくれると嬉しいです。これからもよろしくね。フォローもしてね。汚いよね。部屋半端じゃなく汚くて有名なんだけど。片瀬って怒られるからね。ママリスナーたちに。ママママっつって。ああ、ロムセンさんありがとう。ゲホジョーさんはね、たまに書いてくれるよね。最近書いてくんないけど。作業枠だけど、みんなでまったりしようぜ。バーガーありがとう。これさ、俺なりにさ、あれなんだけどさ、YouTube 見てる人にもさ、どこのサイトでやってるのか知ってもらいたいからさ、こういう風に入れようかなと思って。そう、そしたら宣伝になるじゃん、ふわっちの。ワドゼミアットふわっちにするか、ワドゼミかけるふわっちにしようか。
どうしようか。いいでしょ。そしたらさ、YouTube 見てる人に、あ、ふわっちってサイトで生放送やってんだってわかるでしょ。かけるにする、アットマークにする。イン、ワドゼミインふわっちにする。かける。OK。かけるね。ちょっと今やってみるわ。かけるね。喧嘩しないの。サカペコ喧嘩。ご飯あんのかな。のんちゃんご飯あげてる？ちょっとシャカとペコ見るわ。なんで喧嘩してんの？喧嘩してない。あー、遊んでたの。ご飯見てあげるから。はい、はいはい、ご飯ないのね。まだあるんだ。変えようか。寝てなかったの昨日。俺のいびき？へし！ただ今
こんな感じかな。どうだろうか。こんな感じでさ、あの入ってたらさ、わかるもんね。どうだろう。いいんじゃない。どうかな。これだとね、YouTube の人とかね、わかるもんね。もう少し窓ゼミ小さくしてもいいかな。いい感じっすね。よいしょ。だんだんできてきたな。楽しいよね、こういう作業。ちまちましてるけど楽しいぜ。細い作業大好き。こういう会社に就職したかったな。俺みたいな優秀な人間をなぜ一般企業は雇用してくんないんだろう。悲しいよね。あとなんだろうな、ツイッターのフォロー、ツイッターのフォローとか。ツイッターと、初見さ、後ろに見えてる鳥、文鳥って言いますね。文鳥。文章の文に、鳥って書いて文鳥って言うんですよ。で、白い文鳥と、シナモン文鳥っていう2種類です。僕は。文鳥も4種類ぐらいいるんだけど。あの、色違いですね。文鳥です。かわいいでしょ。ゆうゆうさんいらっしゃい。もし面白かったらフォローしてって。
男前になってる、ありがとう。髪の切っただけだね。単発にした。あーいいよね、鳥は可愛いですよね。ドレスさんの画面開いてる。あ、そっかそっかそっか、ごめんごめん。ドレスさん見てたの今。作業枠やるとき大体僕誰かふわっとこっち側で開きながらこうやって作業やるから癖になってた、ごめん。似合ってる、ありがとう。こんな感じ、スポーツ狩りだね、スポーツ狩り。はいはい、また来て、ありがとうね、ゆうゆうさん。
イラストレーターデータじゃないんだ。
さてどうしようかな。さて、さてさて、今度はね、ツイッターのロゴを作ったんだけど、どうやってやろうかなと思ってて、今こんな感じ。ね、ワドゼミフワッチってここの番組ロゴ作って、ツイッターを作ったんですよ。ツイッターのフォローを。これをどこに配置しようかなとか思ってて、ここの部分を、こいつを。ツイッター誘導は上がいいかな、この辺がいいかな、どうだろうっていうのを考えてた今。ツイッターどこに配置しようかななんて。そんな悩みですね。せっかく番組作ってるから、もう定型的な使い回せるやつ、普遍的なデザインがやりたいなと思ってて、そうそう、ありがとう、ハートありがとう。ツイッター取り、バランス整えないと。デザインあんまり詰め込みすぎてもダメだから、難しいんだよね結構。センス問われるよね。フィボナッチ取り入れたらよく寝れます？え、どういうこと？よく寝れるって。フィボナッチ取り入れたらってどういうこと？ちょっとよくわかんないな。何フィボナッチ、フィボナッチ係数ってやつ、何フィボナッチ入れたらってどういうこと？フィボナッチ、人間が美しく見える比率じゃなかった？違う、それは黄金比とかだね。フィボナッチ係数はね、自然界に現れてる葉っぱの枚数とかの法則性がフィボナッチ係数。あ、そういうことね。ここまで根詰めたらよく寝れるってことね。ありがとう。サンキュー。
確かによく寝れそうだ。どうしよっかな。のりこ起きねえな。のりこが起きねえな。
ありがとう、花火ありがとう、特命さん、ありがとうございます。いや、すいません、なんかお気遣いありがとうございます。ラジオの人も投げてもなあ了解です、ありがとうございます。ラジオの人もね、花火投げてもらえると嬉しいっすよ、ありがとうございます。これがシンプルでいいかな、これでいくか。ここまでかっちりやってるバカも俺ぐらいだよね。配信者でテレビみたいにしたいと思ってるの俺ぐらいじゃない？よくね、アンチに叩かれるんだよ。こんなことやっても何の意味もねえぞって。こだわりなんだからしょうがないじゃんね。こんなことやる前にトークの腕上げろって怒られるんだよ。性格が出るな、性格か。俺は画面の中に音と映像でさ、遊んでる感覚なのよ。俺なりの表現の一つなの、これは。こいつを、こんな感じか。新しいやつ、いいんじゃない？悪くないんじゃん。いいんじゃない？今入れ替えたけど。これくらいシンプルな方がいいよね。ワドゼミかけるフワッチで。ツイッターも入って。これくらいが多分シンプルな情報量だと思うんだよな。よし、できた。いい感じですな。いいね。でいいや。完成。おはようございます。
吸いすぎな。はい、ワード2、サプリさんいらっしゃい、お疲れっす。はいはい、仕事行ってらっしゃい。もうほぼ完成かな。ほぼ完成かな。ほぼ完成。
ってらー。みすけ頑張ってね。そっか、もう10時ぐらいか。そうだね、 T シャツのデザインだね。あとは、うん、おしゃれで可愛い、ありがとう。盲目のマッサージ師みたい何それ。別に盲目のマッサージ師歌ってないけど俺いいんじゃない、こんな感じで。おはよう金魚鉢さん、おはようございます。おはよう。でもこのテロップダサいかもな。なんかこの情報いらないかな。スクロールどうだろう。スクロールはちょっとやりすぎな気がすんな。バカありがとう。各船長髪バッサリいった。スポーツ狩り、スポーツ狩り。あれドレさん終わりかな。結構集まってきたね。ドレさん終わりかい。ドレさん終わった？多分ね、俺の予想ドレさんが終わってね、リスナーさんが流れてきたような気がする。これコメントいらないかな？これ。これじゃなくて、これ。こっちの方がかっこいいか。これやりすぎだよね、これ。これはダサいな。これやめよう。非常に美しくないね。これでいくわ。これでいこう。今後はここに番組ロゴ作ってワドゼミって入れて、でこっち側にツイッター入れる。これで、これがシンプルでいいよね。これがシンプルだわ。これでいこう。あ、ドルさん終わってねえな。そう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 、あんまりごちゃごちゃするとね面白くないっつうか、見づらくなるだけだからね。これでいくわ。あんまり増やしすぎてもね微妙だもんね。これでいこう。なんか情報って難しいんだよ。情報って多ければ多いほどいいってわけじゃなくて、どこに集中してもらうかっていうのを見てもらわないとやっぱりぐちゃぐちゃになるからね。そう、意識がいって疲れちゃうから、やっぱり見やすさとそのバランス感覚って重要だよね。必要最低限の情報に抑えるっていうのは大事だね。でもさ、なんかこの辺にこういうのがさついてるとさ、それっぽくなるじゃんっぽいじゃん。なんかすげえ大事じゃない。
ぽいっていうのは大事だと思うんだよね。だいぶぽくなったでしょ、そんなに邪魔にならないし。おしゃれな隠れ家的なバーみたいよく言い過ぎでしょ、そんなことはないでしょ、だいぶかっこよくなったよね。おっしゃ、日光浴だ、ベコシャカ、日光浴だ、太陽に当たるがいい。紅の豚、いや俺大好きだもん、ポルコロッソ。あれはってアドリア空軍がとか言ってやけに眩しくってなっつってフィオかわいいよね、ポルコって。マルコか、え、フィオはポルコって呼ぶんだっけ。マルコって呼ぶのはあれか、なんだっけ、ジーナか。ポルコロッソ大好きだもん、うん、だって丸眼鏡は俺ポルコロッソインスパイアだもん、だから失礼じゃないよポルコから来てんのこの丸眼鏡は。だから正解だよ、ダボさんは、ダボさんが無意識に褒めてくれたんだよ俺のこと。おーアミーおはよう、サムネ変えたの。うなちゃんマンが言ってたよ、サムネをコロコロ変えるやつはメンヘラだって説得力が半端じゃないよね。ああサムネをよコロコロ変えんのはよメンヘラだよとか言ってうながね力説してたよ。また変えた、メンヘラだメンヘラいや、褒められた感じだよ。俺はポルコロッソに似てるって言われたら褒められた感覚。だってポルコってイケメンだからね。ポルコロッソはイケメンだよ。知らなかった？人間の頃のポルコ。ポルコを知らないからだよ。これでしょ？ポルコ。めちゃめちゃイケメンじゃん、めちゃめちゃイケメンでしょ、ポルコロッソ大好きだよ。俺もブロックされてるわ、ごめん。俺もウナにブロックされてるから何も言えねえ。アミ風船ありがとう、サンキュー。みんなブロックされてるからどうしようもないよね、あのおじさん。すぐブロックしちゃうの、聞いちゃって。しょうもねえやな。メンヘラだから。同志だよ、同志。でもなんか、もう最近面白くないらしいよ、ウナの放送。オワコンが半端ないらしいよ。バカありがとう、花火ちゃん。ありがとう、アイテムありがとう。サンキュー、アザース。花火メーターはつけたいかな、トゥクトゥクメーターみたいな。なんか花火メーターはありじゃない、花火メーター。効果音とか入れられんのかな、これ。なんかあのジャキーンっつってさ、トゥクトゥクメーター良かったもんね。トゥクトゥクメーター。ドラクエのステータス画面みたいなの大事じゃん。あれは視覚効果的に面白かったよな、トゥクトゥクメーター。
でもトゥクトゥクが終わった後なんか花火異常に上がらなくなってたのが面白かったけど便所さんなんか急に花火上がんなくなって困ってたもんね。トゥクトゥクメーター終わったら花火上がんねえんだけどつってあれはしょうがないよな。なんかでも企画っぽい感じあれ好きだったけどな。花火10個、バカ10個ありがとう花火ちゃん、いつもありがとね。効果音なん、レベルアップの効果音とかあんのかな、ちょっと探してみようか。効果音、レベルアップ効果音フリー、レベルアップと、ちょっと探してみようか。フリー素材よいしょ、フリー、なんてなんてえ、なに、あ、これ耳障りだな。あー、なるほど。これ楽しいな、これいいね、これいいね、うん、フリー素材、フリー効果音、効果音大事だよな。シングル聞きづらいな。これレベルアップじゃないでしょレベルアップ、レベルアップ、戦闘効果音、マジカル、エフェクト効果、ボイス、なんてやねんこれいいね、なんてやねん、なんでやねん、お、いろんななんでやねんなんだ、なんでやねんってSE 大事だよね。うるせえな。なんかいい効果音ないかな。やべえ懐かしい、いいね、これ花火もらうためにこの音楽流す？そ、壮大な気持ちにならないこれいいな、
いろんなのがあるな。ボイス。まあいっか。なんか今日の俺の放送瞑想してるからみんな壮大なハズレ枠だから、壮大な3ヶ月に1回ぐらいやってくる壮大なハズレ枠だから。てかのりこ全然起きねえな、ほんと。のんちゃんもう6時間ぐらい寝てるよ。ちょっと頼むよ。起きた。いい子、いい子。いい子。ペンで書く？え？ペンで？のんちゃんが寝てる間にワドのロゴできたよもう。配信見てごらん。ワドロゴ、ワドゼミのロゴができた。招き猫来たー。あ、これ配信者頑張りタイムだよ。みんな招き猫来たよ。招き猫これ来た。これついに招き猫還元者に高額還元。これ来たよみんな。招き猫頼みますよ。13時までこれはいいよ。3000円で2000円バックだから、簡単に言ったら3000円で2000円バックだからでかいっすよ。はい。招き猫よろしくお願いします。これは来た。数ヶ月に何回かのチャンス。来た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 。招き猫。もらえるかどうかは別問題。おはよう、ひとらさん。おはよう。今日はね、T シャツを作るよ。今日は T シャツを作る。おはようございます。いや、広くしてねえわ。もともと広いんだよ。ほっとけ。そんな自由自在におでこ変更できるわけねえだろ。考えろや。ヒトラーさん、風船ありがとう。あざーす。どうも。若干とかねえから。てか、広くするんだったら短くしたいわ。おでこの幅狭めてえわ。
おでこは砂漠化しないで。嫌です。のんちゃん T シャツデザイン、うん、あ、着替えないでよ、そっち空いてるから。おいペコおはよう。ペコおしゃか、おはよう。仲良し、仲いいの、いいね、ラブラブだね。楽しいでしょ二人で生活。いっちゃんありがとう。和道が配信者の中で最もまとも人をトップクラス、俺の知ってる限り。俺がまともなわけないじゃん、いっちゃん。まともじゃないよ、俺は気違いだよ。ただ自分で気違いつうか、自分でまともじゃない自覚があるっていう部分だけマシなだけよ。気違いって自分が気違いの自覚なかったりするじゃん。そこはちょっと違うかもね、人と。俺は自分で気違いの自覚あるもん。でもまともではないよ、やっぱり。ホームレスになってるしさ、教養はねえしさ、うん、そう、まともじゃない自覚があるだけマシってことだよ、うん。まあ、いっちゃんももういくつ、ね、結構いい先輩だもんね。まともじゃないよ俺は。まともだったら配信者なんかやってねえよ。もう32だよ。普通の一般企業で勤めてさ、課長、課長はいかねえか、係長とかにはなってるでしょ。もう60でしょ、いっちゃん。俺のだから倍生きてるわけだから。まあこんな生き方はね、やっぱ人様には推奨できないよ。いや、そんなことあるあるある。やっぱりね、真面目に働いてね、女、子供食わせてね、結婚して、そういう堅気なね、幸せを手に入れるって大事だよ。俺は俺で気に入ってるんだけど、この生き方。のんちゃんと楽しくね、リスナーさん楽しく生きるっていうのは。ただまあ、親戚にいたらさ、嫌でしょ。俺みたいな生き方してんのは。それは親とかさ、兄弟とかを幸せにする生き方じゃないよ。ぶっ飛んで成功したら違うよ。YouTuber みたいに1億2億って稼いでさ、そうやったらさ、もう田舎のさ、こう、ね、家にも旗振って帰れるかもしんないけど、俺らやっぱり、どっかおかしい人間なんだよ、うん。まだまだ社会的な知名度も手に入れてないし。でも悔しいから YouTuber は超えたいよな、ここ数年で。なんで YouTube ばっかりフューチャーされてさ、俺ら同じようなことやってんのにさ、全然評価されねえんだよって悔しいよ、やっぱり。はい、おはよう、たくさん。おはよう。よろしくね。YouTuber には負けたくねえな。配信者も、俺らだって表現頑張ってる。まあ、まともじゃないやつもいるけど、それは YouTube も一緒でしょ。うん。税金の問題？いいよ。うん、振って振って。別に俺税金に問題なんてないと思ってるけど。俺、5日前だね。5日前。5月の21、俺は。5日前が俺の誕生日。いや、誕生日近いね。
5月21だね。税金の仕組みについて、仕組みについて語るか。税金の仕組み。日本ってそんなに悪くないような気がするんだよね。ただ、なんか税金、要は1000兆円の負債を抱えてるわけですよ、政府は。1000兆の負債を抱えてる状態なんだけど、俺は、税金の使い方下手な気がする。日本の政治家は。っていうかね、もう手詰まりなんだよな。もう要はお金持ちが金持ちがお年寄りばっかり、ほとんどお年寄りなの。一部のお年寄りが日本のお金持ってて、で票が多いところもお年寄りじゃん。でその人たちにが政治家のバックアップになってる、票になってるから既得権益になっちゃってる。でその本来は税金っていうのは多い人から取ってないところにばらまいて国が血液を循環するっていう仕組みが税金なのよ。だから取ってばらまくだけなの。取ってばらまく、取ってばらまくなんだけど、ばらまく先がお金持ちにすり寄るためにお年寄りになっちゃってるから、そこが問題だと思ってるね。だけど政治家も自分のね、食いぶちがあるから、やっぱり言えないわけよ、お年寄りにそれを強く。いや、このままだと日本ダメになっちゃうっていうのを言えないっていうのは、俺は政治家の弱さっていうか、政治的な信念が弱いと思ってる。要は票のあるところにすり寄ってしまってるっていうか。うん、5月生まれ頭いいの、そんなことあるわけないじゃん。あ、でもね、いっちゃんね、5月生まれは頭がいいとか、そういうのはオカルトだと思うけど、4月とか5月に生まれるっていうことは、有利だとは思ってる。なんでかっていうと、3月生まれとかって、1年、5月生まれと比べたら2ヶ月、なんつうの、すごい遅く生まれてるわけじゃん。だから知能指数が、必然的に低くなっちゃうっていう。学年で言ったらね。だから同い年と比べたら、4月、5月、やっぱ頭いいやつ多いよね。俺は頭悪かったけど。うん。シールズはクソ。おー、すごいね。アリーはなんかそういう政治的なコメントも書くんだ。いや、だからね、なんていうのかな。俺は、その、右翼とか左翼とかどうでもいいっていうポジションなんだけど、国全体が良くなる、幸福度が上がるようなお金の回し方を政治家は意識すべきだと思うね。負債は違う。だからさっき言ったでしょ、いっちゃん。政府の負債、俺は正しく言ってんの。国民の負債だって言ってない、国の負債だって言ってないの。政府の負債っていう風にちゃんと言ったでしょ。そう、政府の負債。ありがとう、花火ありがとう、ねえ、誕生日は大事だよね。私の彼氏元シールズ。あ、そうなんだ。へあ、だから彼氏がクソだったってことでしょ。元彼がクソだった、うん、なるほどね。でもね、うん、いや、俺はね、別に若い子が政治的な活動をするっていうのは別に賛成なんだけど、シールズはまあ言ってることめちゃくちゃだよ。うん、ちょっとパッパラパーだよね。勉強が足りねえよ。うん、別に政治的な運動は結構だけれど。ありがとね、アリー、花火。なんつうんだろうな、こう。やっぱりね、問題があるところにこう集中できるのが政治家の力だと思ってて、もう問題だらけだよ、日本は。だからそこをね、ぶっ壊す、既得権益をぶっ壊すような政治家が現れたらね、夢があっていいんだけど、まあ無理だろうな。既得権益にすり寄るような団体しかいねえわな。だって政治家の目標って既得権益作ることだもんね。いや、自分の地盤を作ることだから。所得控除で年収かける 40% なわけじゃん。でも均等、所得控除って年収によるんじゃないの。均等割り足す、うん、どういうこと。所得控除年収かける 40%、 年収かける 40% じゃないよ。低い人はあれだよ、あの税金安いよ。マックスってことでしょ。マックス 40% だっけ。
は別に悪くないんじゃないの、税金自体の仕組みは。まあまあまあ年収によると思うけど、うん、俺好きな芸能人ね、昔たくさんいたんだけど、あんまり渋い人が好きだね。だから俳優さんで言うと山崎努さんとかさ、かっこいいよね。ああいうおじいさんになりたいね、うん、主役張らないで名脇役タイプが好きだね。名脇役、花があるタイプじゃないから、自分が主役張るような玉じゃないから。それよりもいつもこの人がいると映画閉まるよねっていうタイプが好きだね。渋い俳優さん、山崎努さんとか出るとグッと閉まるじゃん。ああいう人が好きだね。名脇役でいたいよ、配信会の。大杉蓮さん別に好きな俳優ではなかったけど、大杉蓮さんの演技は好きだったね。税金はね、均等だけで割ると大変なことになるのね。あの要は税率を一緒にしちゃうと、負担がかかるのが結局庶民になっちゃうの。いや、低所得者から 50% 取ろう、高得所得者からも 50% 取ろうってなると庶民の生活が成り立たなくなるから、うん、赤髪分かったよ。アリー花火ありがとう。やたら赤髪にするな。でも赤髪したら満足しちゃうじゃん、アリー、うん、だから俺が赤髪したらアリーいなくなっちゃいそうでやだな。だから税金、例えばさ、アメリカとかってさ、あの食料品の税率ってほとんどないんだよ。日用品とかトイレットペーパーとかティッシュとか、そういう普段使うものに税金かけないの。だから日本ってね、結構割高なんだよ。普通は車とか時計とか生活に必要のないものを税金すごく上げるんだけど、今日体調が最近ね、すごい、ああよかったよかった、うん、よかった。いっちゃんが元気だと俺も嬉しいよ、うん。いっちゃんが気分いい日は俺嬉しいの。いっちゃんがイライラしてる日はね、トークしづらいから。いっちゃんがね、ニコニコしてる日とか調子がいい日とか、コメントでわかる。うん。よかったよかった。俺はいっちゃんに家、こう、いっちゃんの家買ってあげることできなかったけど、100万円で。いっちゃんに和道に俺の家見てもらいたいって言われた時、すごく嬉しかったの。うん。和道に俺のね、代々続いてきた家を守ってもらいたいって。あれは気持ちはずっと忘れないからね。確定申告で税金控除でどこまでできるんだ。うん、いや、どこまでもできるでしょ、別に。っていうか、あの個人事業主とか社長っていうのはさ、ほら、経費をどこまでするのかっていうのを決めるのも仕事の一つだから、どっからどこまでが経費で、もちろんあれだよ、脱税とかはダメだけど、あのなんつうの、それを決めるのは個人事業主の采配だからね。うん。ああ、よかったよかった。薬が合わなかったんだね、いっちゃんね。うん、なんだっけ、ロヒピノールだっけ、なんかが悪いって言ったもんね。うん、えマッキー、何マッキーとマッキーが欲しいの。マッキー、え、なになに、急にマッキーって言われても。スケッチブック、スケッチブックはここで。マッキーあるかな、マッキーない、どっかに。はい、スケッチブックで、マッキーが欲しいの。サインペンあるけど、これじゃダメかな。マッキーはないかな。マッキーが欲しいの。マッキーないな、のんちゃん。マッキーペン、マッキーペン、ちょっと待って、キーペン、あれないな。ペン立てがなくなってる。ペン立てに入ってない、入ってない、じゃあないね。マッキー今ない、その辺にない、この辺ないかな、あ、その中にない、マッキー買ってきたよ。
腹空いてないの？うん、うん、よいしょ。リスパであるね。リスパは俺も合わなかった。ロレツが回んなくなるよね、リスパは。うん、お前よ、ドレさんのところでまともなコメント打てるのによ、こっちでは荒らすってどういう見解だよ、てめえこの野郎。圭一郎よ、おめえまともにコメント打てんだろ。お前迷惑なんだよマジで。お前考えろよマジで。お前ドレさんのところでまともにコメント打ってんじゃねえかよ。嫌がらせかこの野郎。迷惑なんだよそういう人によって荒らすとかよ。まともに話せる能力あるんだったらまともに会話しろよ。他言ってくれマジで。迷惑だから圭一郎。俺あんまこういうこと言いたくねえけどよ、不快なんだよお前のコメント。応援する気がねえんだったら去ってくれよマジで。見てたよ、うん、バカにしてんだよお前。ドレさんのところとツマニャのところ行きゃいいじゃん。なんで俺にうざがらみすんだよ。俺がお前になんかしたか。俺人に嫌がらせしで快感得るタイプの人間嫌いなんだよ。悪いけどどっか行ってくれ。ペコポコランドありがとう。おひさ風船ありがとうね。申し訳ないけどお前のコメント見るたびにさペース狂うんだわ。どっか行ってくれよマジで。関わりたくねえわ。悪いけどさ、うん、お前が普通にコメント打ってくれんなら別に快くウェルカムでさ迎え入れるけどさ、なんか不快なんだよとにかく。不快な人間と絡む時間ねえから俺の人生で。悪いんだけど、あの他選んでくれねえか、うん、俺はブロックするつもりもないけどお前と絡んで何一つ俺にメリットがない。ごめんな、まともに会話できない人間とは付き合いたくねえわ。楽しくやってっからさ俺らは。ちょっと勘弁してくれ。疲れるお前のコメント。知らない、お前のコメント。お前が嫌い、ただ単に、うん、あのお前のコメントから悪意しか感じないから、うん、どっか行ってくれ。悪いけど俺のリスナーもお前のこと嫌いだから、それは察して。ここにいるべき人間じゃないよお前は。お互いに良くない、人間関係として。お互いに良くないから。ごめんね関係ないリスナーさん。痩せました？俺太ったよ。15キロぐらい太ったね。あり、うん、太った。人と話すときは気持ちよく会話したいよね。上げ足取ったりとかさ、人のこと蹴落とそうとする人間とかもうやだよ。心がすさむよ本当に。ワイルドになった。髪の毛切ったからだよ。ありがとう、コウメさん。ハート5個ありがとう。1ヶ月でリスナー30人増えた。あ、嬉しいね。いいね。風船ありがとうございます、コウメさん。ありがとう。参っちゃうよな。
5ヶ月後、いいじゃんいいじゃん。1ヶ月で俺100人ぐらいかな、ペース的には。増えてる数、まあ差はあるけど、100人行ったり行かなかったりみたいな、うん、マーシーじゃないよ、マーシーは神だから、マーシーは神でしょあー、ノンラブありがとう、招き猫ありがとうございます。ノンラブありがとう、招き猫いただきました、あざーす、ありがとうね、ノンラブサンキュー、あざまーす、ありがとう。知らんけどさん、風船ありがとう、いつもありがとうね。フォローの数さ、何が情けないの、何突っかかってこないでよ、黒柳さん。何が情けないの、具体的に言って、何が情けねえんだよ、うん、具体的に言ってくれよ、そんな誹謗中傷なんか簡単にできるよ、うん。人から何よくされるのが、なんでそんな噛みついてくんだよ。クールにサンキューって言うよ、嬉しい時は嬉しい表現して、何が悪いんだよ、うるせえな。俺には俺のやり方があるんだよ、うん、ありがとう、ノンラブ2発目の招き猫ありがとう、ありがとう、ノンラブサンキュー。俺には俺のやり方があるんだよ、気に入らないんだったらさ、叩かないでくれよ、ありがとう、ノンラブサンキュー。クールに言うかどうかなんか俺の生き方だろ。パチパチありがとう、うるせえよバカ野郎黒柳、イエー、あげあげ、ありがとう、サンキュー、ありがとうね、無理しないでね、うん、嬉しいな、ありがとうね、すごいね、ありがたいね、みんなからよくしてもらえて嬉しいよ、ありがとう。サンキューでーす。俺のおかげじゃねえだろ、ノンラブのおかげだろ、投げてないやつにあげあげでしょ、うん、テンションガチ上がりだよ、うん、ねえノンラブちゃん来たーっつってそうそう、何、昼飯、仕事じゃないの働けおい褒めたぞ、うるせえなあ。招き猫は一発俺に2000円入る。花火4発分のパワー。うん、ちょっと言い方が変かもしれないけど、リスナーさんが3000円で俺に2000円入るから65%入るの。だから割がいいのよ。そう。だから花火4発分だよ。花火4発分だよ。花火4発分。あ、ありがとう !3 発目の招き猫いただきました、ありがとうございます、ありがとう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 、ノンラブ3発目ありがとう、無理しないでよ、本当に。うん。ノンラブたまにバカ投げすっかんな。カキピーお腹いっぱい食べられるよ。うるせえよ、アンチコメントが猫を呼ぶとかよ。うるせえんだよ。嬉しいのは嬉しいんだよ。黙ってありがたくいただけよ、バカ野郎。ねえ、すごいだよ。すごいでいいじゃん。なんでシンプルに素直に喜べねえんだよ。ひねくれすぎだろ。仕事よりノンラブ。名言だね。仕事よりノンラブ。うん。いいね。ノンラブがね、あー、ありがとうございます、4発目ありがとう、ノンラブありがとう、招き猫ありがとう、ノンラブありがとうね、ありがとう。俺が来るとアイテム来るね。だからなんでみんなそういうこと言うの、いいじゃん、もう俺がやめよ、悪い癖だよ本当に。
俺がお前な、アンチが信者に変わるかも。だからいつも言ってんだけど、アンチも囲いも一緒だからもうやめようよ。いつまでそんなことやってんのよ。もうニコ生の時代終わったんだよ。ニコ生の時代が終わったの。もうそういう時代はもう数年前に滅んだ文化なの。なんで囲いがとかアンチがとか未だにやってるの。普通に見て楽しもうよ。普通に楽しもうよ。人間関係よ。やだよ、もう、そういう、囲いだ、アンチだ。信じます。お前は嘘つきだ。疑います。いいよ。疑わなくていいよ。信じなくていいよ。普通に付き合おう。普通にやろ。くだらないのやだ。あれ、のんちゃんは？いいよ。何やってんの？ボールペン買い、マッキーが必要なの、じゃあコンビニ行こう一緒に。ご飯お腹も空いたでしょ。ありがとうありがとう、5発目5発目ありがとう。ノンラブ、あ、無理しないでよ。ノンラブ無理しないでよ。ありがとうございます、ありがとう。もう無理しないで、無理しないで、ありがとう。ノンラブ、なんかできることがあったら相談してね。あの配信でね、なんか機能の使い方とか。ありがとね、ノンラブ。なんかこう俺にできることあったら協力するからね。辛口コメントはいいのよ。辛口コメントはそう、いっちゃんの言う通り、辛口の人は別に必要なの。だけどそのなんつうのかな、こう妬みとかひがみとかそねみっつの、ひがみそねみ、なんかマイナスなバイブレーションは良くないよ。ノンラブは言うほど投げてない。違うよ、ノンラブのことじゃない、ノリコだっつってんの。ノンちゃんとノンラブは別の人だから。みんながノリコノリコが花火投げてる、ノリコが花火投げてるっつったら、ノリコは別にそうでもないよっつったの。ノンラブのこと言ってないから俺。だからそういうコメントも誤解を招くんだって。ノリコね、まあ、それでものりこ結構ね、パソコン買ってくれたりかなり支援してくれてるけど、俺はそんなこと言ってないよ。誤解を招くようなことやめてくれ。ありがとう、みんなありがとう。なんかこんなによくしてもらってね、嬉しいよね。のんちゃん、あの何、マッキーが必要なの？だからマッキー買いに行こうよ。いいよ、だって早く仕上げないともう T シャツ間に合わないよ。だからさ、じゃあいいよ、のんちゃん放送やってて俺買ってくるから。たまにはのりこタイムも必要だから。のりこタイム、のんちゃん買ってくる？ご飯は？あれ財布どこだ？俺の財布しんない？のりこ、あ、あれ？財布ない、そっち、あったあった。関慎吾の枠にいるのりこさんはのんちゃん？え、のんちゃん関慎吾見んの？見ないって、別の人じゃん。いくら必要？ご飯いる？ご飯いらない。ご飯食べないとお腹減るでしょ？ジュースとかは？ジュースいらないの？なんか飲み物買いなよ。のりこ画伯。1400円渡すわ。で、マッキーとジュース買っておいで。で、あの、俺にコーヒー買ってきてよ。あの、タリーズのアイスコーヒー。これ買ってきて。はい。お金。これと、1000円と、これ。で、のんちゃんご飯パンとか買って、菓子パンでもいいし。なんか買ってきな。
吉江さんの親戚さんがいるんだね。ジュースね。俺はコーヒーね。ジュースがいいっつってね。T シャツの色何色？T シャツは黒なんだけど、のんちゃんにはアウトラインを黒で書いてもらいたいのね。で、その黒を俺が、パソコンで取り込むから、なんて言えばいいかな。まあ、黒で書いた部分が白になるってイメージ。うん。だから黒でアウトラインつうの？その線？で、なんだろう、なるべく少し太めっつうか強調して書いてもらいたいかな。少し、あ、まあいいや、実際のデザインでいいや、普通に書いてくれていいや。うん、ありがとう。キツネコちゃん、風船ありがとう。ありがとうね。サンキュー。トイレ行こう。夕食は700円くらい。なんだよ、うるせえな。1ヶ月7万から8万で生活できる大分は。いや、だって田舎の方安いじゃん、物価が。羨ましいよ。東京は高いもん。ハロワー、はい、頑張って、ペコポコランド。いい仕事見つかるといいね。風船ありがとうね。なんか変な、なんかこう、なんつうの、フリーペーパーとかのさ、やつとか求人広告より意外とハローはいい仕事残ってたりするからね。ハローワークってあれ掲載するの企業側お金かかんないんでしょ。ハローワーク結構ね、いいのがあったりするんだよ。タバコ2万、まあ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 、いいんだよ、いいんだよ、いいの、いいの、娯楽だから、娯楽。生きてたら金かかるよ。稼ぎゃいいんだよ、稼ぎゃ。シンプルだよ、稼ぎゃいい、お金が回れゃいい、うん、金は天下の回りもんなんだから。ありがとう、ナンラブ。延長チケット代前、おお、ハート100個ありがとう。タバコがなければ5万で生活できる。まあ大事だよね、節約は。でもお金使うこともいいことなんだよ、あの持ってる人はね。だってこう必要なところにお金が回るから。お金使うことも正義だし、稼ぐことも正義だよ。じーっとしてたらダメ、動き出さない。
金はね、ぐるぐる。ありがとうアリー、花火ありがとう。無理しないでよ、アリーも。アリー投げすぎじゃない？大丈夫？アリー、あんま無理しないでよ。なんかね、1月はほんと苦しかったけど、2月、3月、4月ってね、マンスリーこんなによくしてもらって嬉しいよ。マンスリー県外からさ、マンスリー50位に入れるんだぜ。ありがたいよね。ちょっと悔しいのはうなちゃんマンに負けてるんだよね。これだけはちょっと最大の侮辱なんだけど、ギリギリうなに負けてるんだよ。うなには勝ちてえな。なんかギリギリこのうなに負けてるっていうのが面白くない？これさ、誰かアンチがさ、これ競ってるでしょ。これわざとやってるでしょ。わかんないけど、この57位56位ってかさ、この2トップじゃないけど、この2でさ、その50位圏内でこう泥沼の争いやってる感じがすごい面白いよね、うん、俺はね、のんちゃんの食費もほとんど出してるし、あの服とかもたまに、まあ食えるようになってからだよね、最近だよね。貧乏でさ、生活保護も何もしてあげられなかったもんね。だからまあジーパン買ってあげたりとか、まあ金ない頃はさ、なんだろう、うん、なんかできる範囲でと思ってて。はい、いってらっしゃい。あり、うわー、すげえな。招き猫午後ありがとう。グレートありがとう。ノンラブあんま無理すんなよ。ありがとうノンラブ。あ、これで今日はウナに勝ったな。明日のマンスリー見るのが楽しみな。ありがとう。のんちゃん、のんちゃん。うん。黒柳さん、のんちゃん。無理しないでよ、本当に。うん。ありがとね。うん。いや、もう、招き猫10発で無理してるでしょ、だいぶ。アリーもね、花火こんだけくれて。ありがとね。ありがとう、本当に。よくしてくれて。すごいよ、うん、すごいね、ありがたいね、気持ちいい、ありがとう。のんちゃんがいるのに女が投げるのなんでだと思う？いや、俺のことを色目で見てないからでしょ。俺は色恋とか、その女騙した金引っ張ろうとかそういうのないし、恋愛感情じゃないからな。男の人もそうだと思うよ。まあ、ソソはね、あの、ソソの家泊まった時はさ、ちょっとワド分かってるなって言われて、はいっつって、シャワー浴びてこい、はいって言って、まあ、ちょっとお尻の穴痛いんだけど、今でも。そうそう、色目じゃないんだよね。そう。まあ、ソソは色目でさ、もう俺のありとあらゆる穴を、こう、いじくり倒されて、本当に泣いたけど、分かってるなって言われて、はい、ソソさん分かってますって。女騙した金引っ張ってる配信者なんているのか。いや、結構えぐいよ。女配信者もえぐいし、男配信者も結構えぐいよ。じゃあアンケート取ってみようか。あのネタなしのアンケートで、色恋営業されたかされてないか、色恋営業されたことありますか、通常アンケート。配信者に、色恋営業、色恋、ちょっと待ってね、色恋営業されたことがありますか。これアンケートいきます。これ結構ね、配信やってたらわかるけど、っていうか昔のニコ生なんか女の子なんか体売りながらやってたよ。本当に。はい、アンケートしたんで書いてください。配信者に色恋営業されたことがあるかないか、イエスかノーで答えてください。うん、されたことある人ははい、されたことない人はいいえ。で、勇気あるコメントが書ける人は、誰にされたか書いてください。はい、誰にされたかも書いてください、はい、あの勇気あるリスナーさんは、はい、うん、責任は負いません。僕は結構いいデータが取れるんだ。まあ 10% ぐらいはあるんだ。
10% ぐらい。14人、15人ぐらいは出てくると思うよ。14人、15人ぐらい。ちょっと花火投げてくれとかさ、お前のこと愛してるよ、みたいな。俺全然言わないもん。好きだよ、とか。だ付き合ってる彼女のノリコにフェラしてしか言わないぐらいだからね。最低な人間だから。はい、ハートありがとう、イエスさん。じゃあ、50人いったら、150人見てるから、アンケートあと25人いったら開封します。皆さん書いてください。どこまでが色恋営業かわかんないけど、Y は俺か別赤で枠してな、花火バンバン投げてくれた。え ?Y って何 ?Y。俺が別赤で枠してな、花火バンバン投げてくれた。Y がわかんないから何言ってるかわかんないかな。いやだから恋愛感情を持たせるような気を振りしてアイテムとか引っ張ったらあの色恋営業だと思うよ。あと20人で開封します。あ、例えばなんだろう、なんか好きだよとかね、花火に結びつかなくても普段好き好きとか愛してるとかなんかあったらエッチしようねみたいなこと言ってて、でその人から花火何でもよくないっつって。花火ありがとう、アリー。気持ちよければ何でもよくないっつって。うん。まあ何でもありでしょ。そんなん言ったら勘違いする？いや、だから勘違いして花火引っ張る人もいるんでしょ。あと15人アンケートよろしくお願いします。アンケート15人。あと15人書いてください。でもね、やっぱりね、色恋ってダメだよ。あの枕営業、色恋営業ダメ。要は本質的にファンじゃないから、放送のファンじゃなかったらダメなのよ。放送上のスマホとかパソコンに映ってる和道が好きっていうのはありだと思う。だけどね、そっから一線踏み越えたらやっぱダメよ。うん、そう思わない？あと11人で開封。あと11人。みんな書いてね、アンケート。そう、やっぱりね、傷つけることになるから長い目で見たときダメだよ。和道さん楽しい。ありがとう。あり。あと9人。書いた？アンケート書いた？ありがとう。ノンラブ。俺だからさ、色恋ネタとかで炎上したこと一回もないもん。配信5年やってて。だから、彼女がいてもらうっていうのは、普通にありがたいよね。嬉しいよ。なんか配信者和道として、こう見てくれてるわけだから。いや、ただ単に配信やってる和道が好きなんだよね。応援したいんだよねってことでしょ。だいたいよ、こんなよ、32歳でさ、色眼鏡かけてるさ、デコッパゲのさ、無職の男に惚れる女なんかいねえよ。いるわけねえだろ。冷静に考えろよ。どこに恋愛要素あるんだよ、俺の放送に。うん、なんで焼いてんの？だって、のんちゃんってもともとリスナーだよ。もうみんなと一緒にコメント欄があったんだよ。そうだそうだ、やめろ亀仙に。あ、じゃあ50人いったんでアンケート開封します。はい、色恋営業されたことがありますか、質問ね。配信者に色恋営業されたことがありますか。はい、いいえの結果です。ネタなしです。うわ、 30%、 31.4%、 引くわ。見た、これアンケートの結果引かない。いや、これリアルに引くんだけど、多すぎるでしょ。 31.4%。 リスナーのうち3分の1は色恋営業されたことあんだよ。すごっ。まあ、色恋されてない6割の皆さん残念でした。つまり6割は色恋の対象にすらなってない。いや、具体的に誰か聞きたいよね。どんな営業かけてくれるの？残念な人なんだよね。うん。ホストでしょ。ホストキャバ、だから言ったじゃん。ふわっちの悪いところはホスト、ネットホスト、ネットキャバ嬢、ネット風俗嬢、ネットダンプ。もっとひどいのはチャットレディーとかチャットボーイだよ。配信者なんかいねえんだよ。本当に。ごく一部だよ。うん。いやー、女の人も多いよ。男女関係なくいるよ。全然いるよ。ただ 30% 多いよな。
食うわ。いやでもね、俺はね、女を食い物にするような配信者嫌いなんだよ本当に。ダメだよ、だって傷つくのリスナーさんなんだもん。やだ。なんか別に配信者とリスナーが俺は恋愛関係になっていいと思うんだけど、言えよ。俺だから隠さないもん、付き合ったら絶対言うもんリスナーさんに。でもさ、その色恋営業かけてるってことは付き合ってること言わないってことでしょ。それリスナーに対する裏切りだよ。だからね、2、3年すると消えるんだよそういうやつって、うん、聞いてるか、どれの深夜食堂聞いてるか、どれ。じゃあどれさんから色恋営業かけられたかどうかアンケートしよう。そう、どれさんの名誉のためにやろう。どれさんから色恋営業かけられたどうかアンケートやろうか。どれさん、これはどれさんが潔白なことを証明するためだから。どれの、どれさんから、色恋営業、かけられましたか。ピンポイント攻撃で、はい、これマジだからネタいらないから、どれさんから色恋営業かけられたかかけられてないかアンケートです。はい、独眼竜だからって伊達政宗みたいになってるからね、うん、それは言えない、ごめん。いやよ、それリアルなやつぶっ込まないでがっつり色恋かけられてんじゃん。いや、やべえ、えぐいな。それなんか気まずいからやめて。がっつり色恋かけられてんな。マジか。いやよ、了解。大見総長いらっしゃい。じゃあ25人、あと3人でアンケート開封しようか。もう一回開封します、開封します。どれさんから、色恋営業かけられたかどうか30人の 60% 60%、 嘘でしょ。どれさん色恋営業だったの。どれの深夜食、どれさんから色恋営業かけられましたか。33人のうち 60% だから、この枠にいる20人がどれさんから色恋営業かけられたんだよ。わかる？どれ？ちょっとあれだな、もう1ヶ月ぐらい休んだ方がいいな、うん、もう1ヶ月ぐらい休んだ方がいいな、どれは、うん、プップクブーだな本当に。節操ないから、うん、侍だからねどれさん、うん、人斬りだから、人斬り抜刀斎だから。でも俺はゼロだからね、俺色恋はかけないから。俺女性半分ぐらいだよ、俺の枠は女性半分ぐらい、性病確定っつってね性病確定だな本当、うん、そりゃねエイズの検査受けるわな、エイズの検査受けたっつって思う。でもさ、54歳でさ、自分がもしかしたらエイズかもって思ってるからエイズ検査受けたわけでしょ。結構かっこよくない？男としてはかっこよくない？なんか、それ女とパコりすぎたなっていう。200人と付き合って1000人ギリギリ。もうなんか都市伝説の域だよな、本当に。いや、元気だよね。俺でも知り合いでエイズの人って会ったことないな。色目で見てるか？あ、やってみる？いいよ。アンケート、じゃあこれ最後のアンケート。じゃあアンケート。和道が好きでいいの？あ、和道に恋愛感情があるか。我道に、恋愛感情は、あ、ありますか、好き、かっこ、
はい、じゃあ、和道に恋愛感情はありますか、どうぞ。和道に恋愛感情ありますか、ぶっちゃけで、ぶっちゃけていいですよ。エイズってあんのかな、わかんない。まああるんだろうね、病名であるぐらいだから。アンケート何人にしようか。50人にする。和道に恋愛感情があるかどうか、一応パコりたいだけも含めたから、恋愛感情はないけどセックスだけしたいリスナーもいるから。チャスさんいらっしゃい。チャスさんじゃないか、クソジジイさんいらっしゃい。和子、僕に恋愛感情ある方、だいたい男女いるから、まあ半分男はまあないに入れるから半分除外していいと思うんだよね。みんなの予想何人、何パーセントぐらいになると思う。予想書いてよ。和道に恋愛感情あるリスナー何パーセントぐらいになる。チャスで OK。OK。ありがとう。チャスよろしく。どれくらいになるんだろうね。男でも別にいいんじゃん。俺だって結構 いたもん、男で。多分だけど、ロハコさん、あれだと思うよ。最初の頃は俺のこと好きだったと思うもん。男 100% 何それ。 30%、 10%、 まあ 10% くらいいるかもしんないよね、わかんないけど。まあのんちゃんがいるぐらいだからね。面白いことやってる。そう、俺に恋愛感情があるかどうか。じゃああと一人で開封です。あと一人で開封行ってみましょう。和道に恋愛感情があるかないか。行きます、開封します。よっ、あー結構いるね。結構いるわ。和道に恋愛感情ありますか、23.1% だから10人ぐらいってこと。50人の 20%、 10人ぐらい。おー、ありがとう、ありがとう。恋愛感情あるんだね。女の人が 25% だとして 25% の半分だよ。だからいやリアルでしょ。 25% ってことは女性が半分だとして、で女性リスナーの半分は俺に恋してるんだよ。あでもこんなもんだと思うよ。実際パコりたいだけも含む。あパコりたいだけなの亀仙人は。あ、肉体目的、パコりたいだけなんだ。そっか、モテるっつうか、なんだろう、配信者がモテる理屈って、あの俺もう分析が終わってて体のみなんだ。ありがとう、ありがとうの意味わかんないけど、あのなんつうの、モテるって出会いの数に比例するじゃん。で学生生活のモテるって学年に200人ぐらいいて、その中で何割モテるかって勝負だけど、俺らって2万人とかさ、規模が100倍とかになるじゃん。で出会いの確率が上がるから、単純にその分母がでかいから分子が上がるっていう計算だと思う、ある意味 40% ぐらいだね。じゃあワドニーよろしく。ワドでオナニー、略してワドニー。どう、あった、ありがとう、あった、KP 略してワドミンだ。まあでも何が面白いかっていうと、俺に恋愛感情あるリスナーよりも、ドレさんに色恋営業をかけられたリスナーの数の方がはるかに多いっていうのが面白くない？それを上回る声のかけ方。どんだけ声かけてんだっていうね。それがすごいよ。やっぱね、ドレの深夜食堂はね、やっぱ清獣なんだよ、清獣。すごいよ。やっぱリスペクトしかない。いや、ドレさんすごいよ、本当に。俺、ドレさんが死んだら、ドレさんに許可取ってんの。ドレさんが死んだら、ドレさんの知ってる秘密も、何個ぐらいあるかな？
多分なんだけど俺のネタ帳の中で30個ぐらいはあんの。もうこれ30個ぐらい1個でも話したら大炎上するなっていう話もうストックがあるから、言っとくけどドレさんってあの死んだら話すからねっつったら、ああもうやれやれっつってた。ただ生きてる間だけはすまないって言ってたね。頼むから生きてる間にはこれは喋らないでくれっていうの30個ぐらいあるよリアルに。だからドレさんが死んだら俺はここでお葬式開くから、もうドレ研究家としてすごいよ。もうみんながびっくりする話バンバン持ってるから、で増え続けてるからね。だからねドレさんのその死んだ時に多分100個ぐらい溜まるから。俺そうだよね、長生きしそうなんだよね。そうでもそれはねもうあのちゃんと許可もらってるから、ドレさん死んだら俺やるよって。オッケー、死んだら関係ねえっつって、ワドをやれっつってた。まあ長生きしてほしいよね。ドレとリスナーかぶってるわけじゃないよ。っていうよりもね、最近気づいたんだけど、ドレさんが1ヶ月間休んでて気づいて、俺ドレさんにリスナー取られたと思ってたの。最初の頃。俺のリスナードレさんが吸収したと思ってた。全然違くて、いろんな人に聞いたら、ドレさんと俺の絡みを見て見始めた人と、ドレさんをもともと好きで俺のところに来た人って結構いるの。だから、あのコラボはね、実は相乗効果すごかったんだなと思って。うん。俺はドレさんに取られたと思ってたから、逆だった。ドレさんと和道の絡みから見始めた人ってすごく多いっていうのと、もともとドレさんが好きで見てたんだけど、実は和道も見たっていうパターン多いんだって。だからね、やっぱりね、コラボっていうのは面白いよなっていう。配信者が思ってるのと全く違う結果が出たりするから、やっぱいろんな人と絡むのはいいことだよね。これはそういう意味ではね、あ、ドルさんと出会ってよかったなって思って。結果的にさ、何がきっかけかわかんないけど、好きな人のところに集うんですよ。相性のいいところっていうか、見やすいっていうかさ。でも、出会いの確率は上げないといけないから、やっぱり。だからそういう意味では、なんか、そのドルさんに、なんか格闘技ね、20年やってるおっちゃんが、格闘技を知らない、ね、なんかニート、太ったニートに格闘技を仕込むっていう企画は良かったみたいよ。うん、ああ、そうなんだ。ありがとう。184って書いちゃうと、コメント欄見えなくなっちゃうからね。うん、だから面白いよね。だから、もう俺もそれこそね、最近ね、ドカソのふわっちの、頑張ってる配信者拾い上げたいなっていう思いがあるね今。もうドカソでこれから伸びそうな人、なんか本人も伸びたいって言ってるような閲覧10人ぐらいしかいない人をなんかこう拾い上げる活動をやりたいなとか思ってる。そうステルスになっちゃう。いやいや、あ、俺ね AR はね結構使ってたよ。でもね雑談でね やってくのでやっぱり良くないなと思って、だったら無言の方がいいと思って。いやー、まあ、でもよー、おー、いや、あー、おー、だろ?とかだけの放送もあるからね、世の中には。いやいやいや、おー、ん?いや、まあ、あー。とかね。あれすごいよね。話の内容じゃなくて、なんか、そんなんだけでね、9割ぐらいの放送もあるらしいよ。うん。マジかよ。いや、ああ、おう。え?ああ。ああ、ケビ。すごいよね。世の中にはいろんなジャンルがあるからね。それも雑談じゃないでしょうっていうね。おはよう、ヤナラッキー。おはよう。まあだからあれだよ、コメントとの噛み合い方だよね、よく言ってるけど。バカありがとう、配信の肉さんありがとう。まあレジェンドだよね。うん、もうなんだかんだもう ね面白くなくなったけどやっぱすごいよね。あーとかうーとかだけでどんだけパターン持ってんだよっていう。
すごいよ、あの抑揚、抑揚。いやいやいや、目見えてますよ。盲目だったらコメント読めないんで。はい、見えてます見えてます。ゴケツさんいらっしゃい、うん、見えてますよ。引きつける魅力っていうかね、あのね、目つぶるとわかるけど、ウナとランハゲさんと永井先生は声の質が異常にいいんだよね。音としてすごくこう魅力的な声の音がするっていうか、やっぱりさ、おとかさ、いや、おとかさ、聞けるんだよ。なんだろう、俳優さんとか声優さんみたいっていうの、いや、おお、いや。だってさ、この嫌でさ、テンション高い時の嫌とさ、その気分がいいか悪いか全部わかるでしょ。ああ、ああ、おお、ああ、いや、ああ、わかるでしょ。これってすごい技術なんだよ。嫌とかうとかあとかで感情を伝えてんのよ。猿かよっていう。お猿さんでしょ。すごい、すごいよ、これ。うめき声でテンションがわかるんだよ。うん、すごいよね。それもまあ技術だからね。だからつまんない配信者、淡々としてるっていうかさ、聞けないよね、やっぱり。音として。プラス顔芸があるからね。レジェンドはすげえわ。まあ見習わないといけないところいっぱいあるよな。まあやらないけど。あとね、便所太郎さんが言ってて気づいたことがあって。うなちゃんマンとゆいがは、音声を聞かなくても面白いって言ってたの。なんかあの、金梅さんが逮捕された時あったな。あの時に、なんかずーっと笑ってんの。警察の待合室みたいなところで。便所さんがずーっとケタケタ笑ってるから、どうしたんすかって言ってた。ゆいがさんの放送見てんの。で、和道ねって。ゆいがとか、あの、うなの放送って、サイレントで聞いても面白いって言うのよ。でどうして面白いんですかって言ったら、何にも音声流れてないのにずっとこうなってるんだって。首がずっと動いてるんだって、こうやって。だから絵面としてすごい面白いんだって。もうずっとこう顎を出してこうやって喋るんだって。だから見ててずっと笑えるんだって。これはすごいことだよねっていう話してたもん。ゆいがとうな、なんであんなにこう、なんか人形みたい、こうずっとこうやってカタ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 動いてんの。うん、いやよ、チャスよ、おめえパイセンもよ、レベルが違うとかよ、お前よく言うけど、お前何人やってると思ってんだよ、お前よ、俺がよ。ふわっちの配信者こじきばっかりで俺あんま好きじゃねえなっつって。いやーすごいよね、感情が伝わるっつうか。いや、ラジオ配信っていうか、どうなんだろうね、使い方だよね。別にもう俺はラジオでいけると思うよ。映像がなくてもいいと思うんだけど、むしろ俺はその映像的な表現は下手だから、タレントとして。やっぱりちゃんまんとか顔芸とか、ゆいがさんの顔芸すごいよね、やっぱ。うん。顔でやっぱ面白さ伝えるっていうのはすごいいいよね。なんか俺の放送ってね、ロムが増えすぎるんだよ。あの、まあ、ドルさんほどじゃないしろね、やっぱロム線さんが多いんだよ。音で聞けるってことは。コメント書かなくても、音声として楽しめるから。だからお皿洗いやってたりとか、仕事でさ、なんだろう、イヤホンつけてさ、やって、聞いてんだよ、今。うん、また和道がバカなこと言ってんなっつって。でもトラックの運転手さんとかやっぱ聞いてくれてる人とかいて、
すげえ嬉しかったのがさ、和道くんって大型トラックの人がさ、和道くんつって、なんでこんなとこいんのって、いやここ家ですって行きつけのコンビニ行くんですって、いつも聞いてるよって言ってくれた時すげえ嬉しかった。ラジオの運転手さん、ラジオの運転手さんじゃないや、トラックの運転手さんが声かけてくれんの、プップーっつって、和道くん和道くんつって、なんでここいんのつって、家だわと。ニコ生の金蛇が和道さんの顔真似したのがこちらになる。え、どういうこと？こちら。コメントはやっぱしてもらえると嬉しいよね。まあ物理的に無理な人とかさ、主婦の方とかロムセンさんとかに強要はしないけど、参加してもらえると嬉しいよ、やっぱり。なんか会話が成立するからね。ロムセン9割ぐらいじゃないの？俺の放送。だから地方とかに行くとね、それを実感するよね。ロムセンさんがやっぱリアツ通してきて、コメント一回も書いたことないですって言って。シャイな人が多いんだよね、ロムセンさんは。でも、立派な、なんつうの、俺のこと支えてくれてる人だからね。うん。その人たちがいないと、やっぱ放送成立しないから、うん、大事にしていきたいよね。愛されてるよ。っていうかね、配信はね、なんかこう無限大なんだよ。映像とこの画面、 1280×720 のこの画面の中だったらどんな表現でもできるわけ、どんな歌でもできるわけじゃん。歌でも何でも表現、その中で表現してるっていう感覚の配信者がどれくらいいるのかっていうことだと思うよ、うん、ここに映ってるものでどれだけ勝負できるかっていう か、それが音に特化する人もいれば映像に特化する人もいれば、やっぱりそれは伝わるんだよ、見てる人に。何かを伝えようとか、何かこう楽しもうとか楽しませようとかさ。ありがとう、招き猫ありがとう、暇つぶしになった。ありがとうございます。嬉しいっす、嬉しいっす。また暇つぶしに来てください。僕は暇つぶすのが僕の仕事なんで。ありがとうございます。招き猫ありがとう。あ、この人か。ありがとう。うん。サンキュー。割とふわっち見てるとトークが途切れないのはファントムさんと和道かも。いや、俺は途切れるっつうか、意図的にコメントがないときは喋らないようにしてて、ふわっち来てからね、そこはだいぶ意識するようになったかな。あの昔はね、マシンガンみたいにずっと喋ってたんだけど、このままだとネタ切れるなっていうのを感じて、もっとコミュニケーションを取るようにしようと思って、リスナーさんと。でもうコメントがない時も、あのね、これバーテンダーに言われたんだけど、これすごく面白いの。和道ねってバーテンダーやってたでしょって、俺もう引退してたんだけど、バーテンを、あのね、ウェーイ、イッキー、イッキーとか、うわ、超かわいい、超かわいい、すげえかわいくね、すごいかわいいね、どこで買ったの、こんなトークいるって言われたの。いい、これ20代まではいいの、10代もいいの、30代でこれやってるバーテンダーがいたらどう思うって言われて、だったらこうやってグラス拭いてる方がかっこよくないって言われたの、無言で。その30代超えた時に無言でね、こうやってる店とウェーイってやってる店、どっち行きたい？引くじゃん。もうこれ20代の時は楽しいけど、えい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 ってやってる店行きたくないでしょ。もうそっとじゃん。配信で言うとブラウザーバックじゃん。だから無言でいいやと思って、確かに20代で別にウェーイってやってんのいいんだけど、俺もう無理だわと思って。確かにだよね、うん、だからその静かな時は静かなのを楽しむ、まったりはまったり楽しむ、喋る時は盛り上がって、閲覧がある時はそれなりのトークするっていう幅みたいなものを作っていかないと客層が悪くなるなっていうことをもう明らかに実感して、これはね、バーのマスターから教わったことなんだよね。
そう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 、無言の色気っつうか、それで別に閲覧がキープね、100人とかできるんだったら、無言でも成立してるから、なんか喋ろうと思えば4時間いくらでも喋れる。これ24時間雑談とか36時間雑談とか全然やったことあるの。いいやと思って。配信はラジオじゃないからね。で、ラジオって実は3秒の無言があると放送事故って言われてんの。3秒の間があったらもう放送事故レベルなんだけど、ラジオじゃねえからな、配信は、と思って。いいんだよ。なんかもっと身近なものっていうか、配信は。もっと手軽なものでいいと思ってて。距離感がもっと近いじゃん。リスナーさんと配信者の。だから舞台だよね、本当に。距離感で言ったら。目の前にこいつがいて、目の前でなんか表現やってるっていう感覚を作りたいなと思ってて。だから バーテンダーのそのカウンターとね、カウンターの席と、カウンターの中の距離感が一番いいかなと思って。で、ドルさんこの前会って飯食った時にそれなんか言ってくれてて、なんか、和道の放送ってなんか和道に会いに行ってるよねって言ってくれてて。だからなんか、人数は確かに俺よりも少ないけど、和道のリスナーさんすごくいい距離感で羨ましいって言ってくれたんだよね。なんかこう、和道の、なんかこう、店に遊びに来てるリスナーさんみたいな感じがして、和道に会いに行って和道と話しに来てる感じがすごくいいな、つって。でもさ、それってさ、ドレさんさ、あの、ドレの深夜食堂ってそういうことがやりたかったんじゃないのって聞いたら、ああ、そうだって言ってた。雰囲気でね、感じ取るって大事よね、無言で。でもまあ、そればっかりじゃね、面白くないから、やっぱりイベント的なことっていうのは、力入れていかないといけないよね。もう多くの人が楽しめる、1000人単位で楽しめるコンテンツも作れなくない、なったらもう配信者じゃないから、やっぱりその、初見さんがこう、ああ、楽しかったって言ってもらえるようなのを月に1回ぐらい、こう、バッと打てるようにしたいよね。あとは、人の企画に出て邪魔にならずに盛り上げられるかどうか。それはだいぶ意識しないとと思って。やっぱ人の企画にお邪魔するっていうのは、誘われなくなったら終わりだからね。ワードこのポジションでやってくれっていうさ。だから、企画呼ばれなくなったら、俺は終わりだと思ってる。どんなにこっぱな扱いでもいいから、どんだけね、ひな壇な扱いでもいいから、イベントに呼ばれなくなったら終わり。俺の中では。のんちゃん書いてんのか。どんな感じ見せて。見せて。うん。おお、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。ちょ、見せていい、リスナーさんに。今、のりこが制作中です。T シャツのデザインね。いいね、いいね。サンキュー。ブラックコーヒー大好きなんですよ。これ美味しいよ。ブラックコーヒー好きな人にこれみんなにお勧めしてんだけども、これ鉄板。もう缶コーヒーのね、歴史を変えたと思ってる俺は、マジで。タリーズのブラック、これのね、ゴールドが一番美味しいけど、これ全然シルバーでも美味しいね。タリーズの缶コーヒーはもう缶コーヒーじゃなくなったね。もうこれ大好きなの。缶コーヒーの中でぶっちぎりでうまい。おい、エデンさんお帰り。休憩？いいね。飯休憩だ。コッパ野郎じゃねえよ。パータローが。いらっしゃい、ハンニバル。ありがとう！わー、すごい！なんで？投げたくなる、投げたくなるから投げる。ありがとう、ノンラブグレイト招き猫、ありがとう、ありがとうございます。ノンラブありがとう、嬉しいよ、ありがとうね、受け取る、ありがとう。パータローって聞いたことないよね。ねえ、パチパチありがとう、パチパチありがとう。あ、微糖派なんだ。ブラックが美味しいよ、コーヒーは。ジョージアのブラック好きなんだ。俺はね、これはすごいと思ってる、タリーズ。ありがとう、ノンラブ。パ
パータローってなんだろう、パータローっていう五感っていうか、なんだろう、ウナのやっぱライムっていうの、リリックっていうの、フローっていうの。なんかラップってあるじゃん、一個のラップの中にさ、フローっていうそのリズムであったりとか、こうリリックであったり、インとかあるじゃん。だけど配信者にもあるんだよ、やっぱパータローって言葉をね、こう作れるっていうか、パータローだから、パッパラパーの太郎とか、コッパ野郎とか、コッパ野郎って聞いたことないじゃん。なんかすごいそこはセンスあると思うんだよね、コッパ野郎のパータローとかさ。ああ、午後の紅茶のミルクティー美味しいよね、たまに飲むとハマるよね。ああ、わかるわかる、樽のやつでしょ、大道でしょ、大道、いまだに見るよ、大道、渋いね。それって言ってくれると思うよ、チャス。大道でしょ、あれかっこいいよね、あの樽の缶ね、いまだにたまに見ると飲むもん、うん、パータローって言うんだ、あんまり聞いたことないね、パータローって。どれ、うな、どれさんじゃない、うながね、よく使うの。パッパラパーとかそういう意味だろうね。それでしょ、パータロー、パータローがよーとか、コッパ野郎がてめえこの野郎とか言うんだよね。いや、俺大道結構好きだね。大道とかキリンとか結構テンション上がるね。うん、招き猫16発すごいよね。うん、半端じゃないよね。招き猫16発ってすげえな。すげえな。招き猫16発？今気づいた。我に返ったわ。何これ？ありがとうございます、皆さん。普通に雑談やってたけど、すげえことになってるな。なかなか。もうびっくりしたわ。確かに。うん、フラットバードナムル。誰が言ってんのそれ。亀仙に聞いたことないんだけど。フラットバードナムル、何それ、すげえな、招き猫16発か、ありがとう、すげえな、やば、うん、いやー、ありがてえな。コンビニをビニ聞いたことねえわ。カレーおさんいらっしゃい。ビニ行こうぜつって、え、盗むこととかさ、万引きすることなんて言ってた。俺らはね、なんかね、変なんだよ、ギルとか言う、ギルとか言わない、くすねる、ギル、俺らなんつってたっけな、パクるか、俺らはパクるだったの、なんかお前パクってきたのってな、盗む、パクるだよね。でもね、これね、結構ね、年代とね、地方によってね、なんか使い方が違うんだよね。盗むことなんて言う、パクる、俺らはパクるだったんだけど、ヘルって言うんだ。ヘッタの、ヘル、ヘルのとか、お前それヘッタらダメだよみたいな。福岡はヘルなんだ。うなちゃんが花火飛んだら言ってんの。フラットバー、フラットバードナムル。フラットバードナムル。Go to hell。なんだろうね、結構ね、なんか世代間でいろんな言葉があって面白いんだよ。俺だけど、ガキの頃から言われてたのが、日本語がおかしいって言われてたね。なんか、お前さーって。なんか、お前が作った言葉を、なんか、一般的に知られてるみたいに言うの、お前うまいよなって、ガキの頃から言われてた。だから、うなと同じで造語が多いんだよね、俺。なんだろう、俺が、生み出した言葉なんだろうな。なんかね、結構ね、よくそういうのが多いって言われる。お前それ聞いたことねえよみたいな。あと、どこの方言ってよく言われてた、千葉で。なんか、お前あれかって、九州の人間かとか、どこの人間ってよく言われてたね。そう、イントネーション肩着、なんかね、イントネーションがおかしいらしいんだよね。これ子供の頃からなんだよね。よくおかしい、おかしいって言われる、イントネーションが。なんでなんだろうな、それよく言われるね。なんか独特の喋り方するね、なんかあるんだろうね。子供の頃から言われてるから、もうなんか慣れたんだけど、
あ、なんか九州っぽいって言われることある？年寄りに。いや、俺は九州行ったことないんだけど。カタギ？カタギっていうね、俺は。うん。カタギ。カタギって言うよね。カタギっていうの。うん。風あざみって言葉もないんだって。夏が過ぎ、風あざみって。おー。いや、特にね、千葉から出たことないんだけど、千葉県民におかしいって言われるから、カタギなんだ。カタギ。なんだろうね。難しいよな、日本語って。なんか、その、イントネーション変わると言葉の意味全然変わるもんね。おー、メリンコ渡す。ハートありがとう。楽しんでって。なんかでも九州、熊本とかの男の方言かっこいいなとか思うね。結構ね、熊本の男好きかもしんない。なんか変わり者が多いよ、熊本は。九州は男らしい喋り方するよね。なんか方言使う男の人結構好きなんだよな。あの、千鳥の大悟って岡山だっけ？あれもかっこよくない？なんとかじゃけーみたいな。広島とかもそうか。方言っていいよね。関西弁は語尾が下がる。あ、岡山、いや、あの、男らしいつうか荒々しくて好きだね。ひごもっこすな。ひごもっこすな。うん。不動産屋さんいらっしゃい。いっせ。なんだろう、ひごもっこすなが分かんねえな。あ、でも千葉ってやっぱだべって使うもんな。だべってすげえダサいじゃん。すごいダサいけど、なんかだべは使っちゃうな。わかる。女の子の方言かわいいよね。な、女の子の方言ほんとかわいい。方言を隠す女の子嫌い。背伸びしてる感じがあるんだ。っていうか岡山って全然どこにあんのか分かんなかったからな、俺行くまで。岡山すげえ良かったよ。あれはね、いい都市だよ。岡山結構ラブだね、俺。うん。あ、顔タイプじゃなくても落ちるよね。俺はね、声のね、質感みたいなものをすげえ耳にいいかどうか。だからね、のりことね、仲良くなったのって、ね、多分ね、電話の声がね、結構可愛かったからっていうのあるんだよね。地方によってね、全然違うよね、ハミーさんね。こんにちは。俺は声萌えが結構するから。のりこの声は可愛いよね。のんちゃん萌え声だよね、すごいね。結構ね、電話とかの声質とかでね、結構、あの、グッとくるかどうか。あとで分析すると、のりこは多分声だったんだよ。博多弁かわいいよね。のりこは東京でしょ、ずっと。のんちゃん。東京だよね。のんちゃんね、いまだにね、好きなのがね、のんちゃんご飯食べるって聞くと、うんって言うの。のんちゃんよく言うよね。これこれこれ。のんちゃんもう一回言って、うんって。これ。子供みたいでしょ。これ可愛くない？そう。のんちゃんおはようって言うと、うんって言うの。ご飯食べる？うん。これ好きなんだよね。うん。そうそう。千葉ね、使うよね。だべって。しかもなんか、その、なんかね、普通に使うよね。俺も成田だから、ダベって言うよね。でも、クソダサいんだろうね。多分、地方からすると。ダベって。うん。かわいいよね。うん。うん、あ、茨城とかもっと方言きついかんな。茨城ってなんであんな方言になるんだろうね。
音の感じすげえダサいもんな。沖縄のイントネーションも独特なんだよな。ばあちゃんの訛りとかひどいもんな、よくよく考えると。もう家族だと気づかないんだよ、普段聞き慣れてるから。だからさ、同級生にさ、あー方言っていいよなーって、俺の親戚方言使う人いねえわっつったら爆笑されて、お前のばあちゃん何言ってるか全然わかんねえよって言ったら、ああそうかっつって、お前ばあちゃん方言使ってんの気になんなかったのっつって、ああ気づかなかったわっつって。方言ってそういうもんだよね。あ、北と南で全然違うね。ばあちゃんは与那国島だからもう何言ってるかわかんないらしいの。うん、でもまあ家族は聞き取れるかな。独特なイントネーションなんだよな。姉さんみたいな、目上の人姉さんって言う。やってひどいよばあちゃん。沖縄でも与那国のこと、与那国言葉って言うんだけど、与那国言葉は沖縄本島の人でも聞き取れないって言われてる独特の方言なの。そう、関西弁の女の子すげえ可愛いけどね、俺好きだけどね。俺ね、大阪弁は好きだけど京都言葉は微妙。なんかツンとしてる感じがなんかこうやだ。京都弁はなんかかっこよすぎるっていうか、凛としてるじゃん、可愛さじゃないじゃん、美しさじゃん、あれって。だからね、ちょっとなんかツンとしてる感じがして苦手。俺大阪弁の方が好き。北海道そんな方言感じないけどな、素敵な感じがするね。大阪下品だね大阪下品だね。でも大阪の方がなんかいいね。俺はね、大阪の男の言葉が嫌い。大阪の女の人は気にならないんだけど、男の大阪弁はね本当に苦手、未だに苦手、ノリが苦手っつうか、なんかダメだ、合わないね大阪のノリ。大きにっていうね。北海道はあんまり感じないね。コールセンターが多いんだ北海道。へえ。あ、知らなかった。勉強になるわ。いや、大きにって舞妓さんしか使わないのやっぱイメージが先行してるんだな。それは勉強になるわ。大きにって、でもやっぱ地方の人はあったかいから大好きだよ。やっぱね、東京はダメ本当に。地方の人はみんな優しい、心がすれてないし優しい、とにかくドスエ。だからね、地方の配信者とかね、もっと方言押せばいいのにね、絶対ウケると思うんだよね。あ、もったいないよね。なんかカッコつけてね、標準語喋ろうとしてんのもったいないよ。で、 YouTube とかでもあるもんね、女の子に方言言わせる YouTube とかあるんだよ。あれは全然ありだよね。取ってってわかる。持って帰ってみたいな。取っとって。持って帰りなみたいな。わかんないけど。取っとってって言われたらね、ありがとうございますっていうね、とりあえず。何取っとってって。受け取って、なんだろう。わかんないな。方言丸出しの方が絶対いいと思う。標準語喋れない？いや、そんなことないと思うよ。テレビとかで見慣れてるから。
ほかしてがわからない。ほかして全くわかんないね。うん、あ、方言突っ込まれんな。いやいや、それいいんだよ。チャームポイントだから。おお、かっこいいかっこいい。いいじゃん、のんさん。いいよ。いいよ、のりこ。いいじゃん、いいじゃん。のりこ画伯がいいよ。今日冴えてるよ。ポットってはどういう意味なの、うん、そこ書いて。キープって意味。あ、取っておいてだよね。あー、取っておいてキープ。うん、ゴミ投げるとき北海道ホールっていう。千葉県でも言うか、ホール。方言ある生主あんまいないんだよね。リナネコは結構イントネーションが強いっていうか、ちょっと地方っぽい感じがしてて、あれ多分受けいいのは方言だからだと思うよ。リナネコイントネーション独特だからね。わあ、しゃべっちゃ子供わかんねえぜや。うん、何言ってるか全然わかんない。ぼかしては捨てといて。ほう、カッポルは使わないかな。うん、なんだっけな、千葉県って方言多いんだよね。ちょっと待って、千葉方言。あ、よく言うのが青なじみが通じないっていうのがびっくりしたね。青なじみ、青なじみって言っても千葉県民しかわかんないんだよね。うん、千葉の方言。あ、そうそう、このね、方言とか風習のサイト、あの、これびっくりしたのが、小学生の時さ、はい田中、はい元気です、島津、はい元気です、山田、はい元気です、伊藤、はい元気です、これ言わないでしょ。笑うでしょ。俺らも小学生の時から名前呼ばれた時に、朝礼の時、はい元気ですっていうの、これびっくりしたんだよ俺。何それって言われて、え、みんなの件ないでしょ。返事がはい元気ですなの。元気じゃなくてもはい元気ですって。お腹痛くても目が寄っててもハゲてても。え、福岡ある？あったか？小学生の時あったよね、はい元気ですって。でもね、これ結構ないみたいなんだよね。あ、あったか。千葉県、千葉県独特なものってあるんだよな。あ、小学生の時使うんだ。青なじみって青タンとか、あのぶつけた時に黒くなるとこ青なじみって言うんだけど、あとなんだっけな、千葉なんか独特なやつ。あ、風邪気味ですって言うんだ。あ、じゅんぐりも方言なんだ。眠い眠いけど、今ね、俺が配信しなくなったら、つなぐリスナー、つなぐ配信者がいないから、
ドレさんからバトンを受け継いで、そろそろ便所さん始めねえかなっていう感じ必死にバトンタッチする配信者を探してるんだけど、今和道リスナーが他に行く場所ねえだろうなっていう、難民になるから便所さんか誰か始まんねえかなみたいな。もう昼間のリスナー誰見るのみんな。俺辞めたらみんな誰見るか書いて、誰に引き継ぐかってすげえ大事なんだよ。だからね、石野とかがね、もっと配信的に面白く喋ってくれたらあいつに引き継げるんだけどな、いないよね今ね。他サイド行くか、見るのやめて仕事するか。だから感想まで頑張るよ、感想まで。眠いけどね、仕事だからね、喋りが仕事だから。ヤミーさんか、ヤミーはまあまあまあ、ヤミーいいね。でもまあ俺とあんまり被ってねえかんな。絡みヤミーと絡みたいな。ちょっとファイトありがとう、風船ありがとう。ヤミー今放送やってっかな。まあでもヤミーとワドをこう行き来するのは多分ね、ノンラブぐらいだと思うよ。あんまりうちのリスナーとヤミーはあんまり相性いい感じがしないと思う。やっぱちゃんまんだよね。ちゃんまん何時にやってるかもう全然わかんないかな。1年間ぐらいブロックされてるからだよね。そうなるよね、うん、え？へえ。定規のことを線引きとか言わないんだ。へえ。物差しのことを物差しって言うんだ。へえ。線引きって言うけどな。なんでブロックされたの？いや、わかんない。忘れた。5000人ブロックしてる、すごいよね。俺のフォロワーが、4100人だから、俺が1年半かけて、ね、こう、フォローしてくれた、1年半かけてくれ、頑張って放送して、フォローされた数よりもうなちゃんマンが1年半でブロックしてる数の方が多いってすごくない？なんか悲しくなるよな。俺のフォロワーより多いんだもんね、ブロックしてる数。それであの閲覧キープしてるんだもんな、すげえよな。よくよく考えると化け物だよな、すげえよな。5000人ブロック。風船ありがとう。69肌響さんありがとう。ヤスさん風船ありがとう。すげえよな。でもその5000人から恨み買ってるっていうのが逆にすごくない？よく放送成り立つよな。脅威だわあのおっさん。でもなんかうなちゃんマンがテレビ出てるところとか見たいけどな。なんかうながテレビ出てたら絶対見るもんね。テレビ出ねえかな。なんかのきっかけでなんか放送事故的な感じで出てもらいたいんだよ、うん、ツイッターの鍵アカはよくわかんないな。なんか俺それリスナーさんでもわかんないって言ってて、なんか生主やってるじゃん。でいいねとかコメントとか来るじゃん。なんか写真とかアップしたらなんか来てるの。だけど誰から来てるんだろうと思っても誰からいいね押されたかもわかんないの、鍵アカって。で鍵かけて俺にコメント書いても誰だかわかんないからモヤモヤすんだよ。
誰かが俺に何かを言ってるけど、俺は誰だか何を書いてあるかわからないの。もうね、SNS に鍵かけるやつ大っ嫌い俺。しかも鍵かけるだけならいいけど、鍵かけた上に俺にコメントしてくるやつ苦手。何がしてんだこいつみたいな、誰だよみたいな。なんでなの、なんで SNS に鍵をかけるの、もう本当に理解できないの。何なのあの心理。いや、いるんだよ、鍵垢で和道なんとかだよみたいな、この写真いいねとか書いてるんだけど、わかんねえからみたいな。俺すげえモヤモヤすんの。なんだろうね。ていうか、なんで SNS やってて鍵をかける必要があんの。で、だいたいそいつのアカウント見てみると鍵アカなんだけど、サムネも本名でもないの、なんか捨てアカなの。もうね、捨てアカに鍵かけてコメント打つ神経よ。捨てアカじゃんこれみたいな、なんだこいつみたいな。リスナー、いや、リスナーで鍵って言ってもさ、捨て垢なんだよ。何を、何から、何に怯えてるの？何が怖いの？何を恐れてるの？全然わからないの。何が怖いんだよ。ツイッター向いてねえよ、お前。ごめんね。鍵垢の人怒らないでね。怒らないでね。これ俺の個人的な感想だから。そう。何を隠してるんだよ。そう、みかんさん。そう。お前はな、何者なんだよっていう。そこまで世間はお前に関心ねえよっていう。何を、写真、自分のツイッターアップしてるわけでもない。写真も掲載してない。名前も、なんか適当だし。何？写真、サムネもなんかアニメとか、ね、だし。で、そこまでは許すよ。そこまでは許すよ。俺に何かを訴えかけてる。2、3人が。なんだろう、もう。なんか、マスクして、フルフェイスのヘルメットかぶって、毛布をかぶって、おはようみたいな。怖い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 ！おはよう。逆に怖いよ。そう。鍵外せよ。本当に。なんだろうね。いや、俺そういう感じだよ。気持ち悪いっつうか怖いよ。本当に。いや、そういうことでしょ。うん。今日顔芸しやがってる。いや、ゆいがさんにはかなわない。もうゆいがさんの顔芸なんてさ、もうさ、すごいのよ。こんなんなんだよ。おめえこんなん、もうすげえこんなん、もうすごいよ、ゆいがさんの顔芸。もう芸術の域なの。しかもね、この辺から撮るんだよ。この辺から撮って、こんなんなんの。そりゃキャプルはな、本当にすごいよね。いやいや、本当だよ。おめえそんなんないだろ、おめえ誰がこんなこと言うんだよみたいなさ、お前それやりすぎだろみたいな。汚ねえよ、あのやり方。汚ねえ、本当に。そりゃ見るわ、しゃくれるんだよね。そう、もうえぐいよ。カメラワークとさ、もうどの角度でどういう顔して、どうやったらコメント発してるか、そう、バカ殿と、志村けんと同じレベルでやってんだよ、配信を。本当に。いや、あれはテクニックだよ。俺できないもん。やり方わかってるけどできないもん。あと、汚ねえのが、あのね、わざとこうやってやんの。わざと、これ教えてあげる配信の面白いやつ。こうやってやんのね。で、行くよ。ちょっと怒鳴るから、音量小さくして。おい、もうなんでアンチいじめんだよ、ふざけんなよ、なんで俺ばっかり叩けんだよ、もうってやって、こうやってやんの。これよく見るだろ。
これニコ生の生主がよくやるやつね、これ。これね、こういうね、汚いテクニックで笑いを誘ってくんのよ、あいつら。わかる？これ、騙されたらダメだよ。これね、テクニックだからね、全部。見るでしょ？これわざと、グリップしないって技なの。これはもうテクニックだから、配信者の。俺も昔よくやってたからよくわかんの。顔芸とこういうドン。わざとグラグラにさせておくの。これテクニックだからね、配信者の。騙されんなよ、お前ら。あえてやってんだよ。そう。その、なんだろうな。そう。ネタバレしようか。ちょっと待ってね。これロジクールのカメラってここグリップさせんのよ。こういう風にグリップするからいくらやってもほら落ちないの。だけどこれをあえてグリップさせないでこういうグラグラな置き方すんの。こういうこと。こういう風にここをさ、こうやってグリップしたら絶対外れないの、これ。このどんだけやっても。だけど、あえて、プロってる配信者、こうやって置くの。こうやって、不安定に置くの。で、これをドーンってやると、こうやって落ちんのよ。汚ねえだろ。これ、めちゃめちゃテクニカルな技なの。こういう、人笑い取るために、こうやって置いて、こうやってドーンってやるのよ。こうやって。ずるいよ、あいつら。だから、騙されたらダメだよ、みんな。こういう細いテクニックいっぱい使ってくっかんね、奴ら。分かった。もうあえてだから、そういうなんか配信的な技術がいっぱいあるの。嫌でしょ。だから引きで見るとね、結構ね、あ、やってるやってるっていう、もう中堅以上は分かってるから、こういうの。お前古いやつやってるなみたいな。クラシックだねみたいな。嫌いじゃないんだけど、荒野とかできないんだよ。テルシャンビンとか荒野とか、カズ軍曹とか、トムソーヤ池上とか、こういうスキルないの。でもね、やっぱりね、でニコ生のやつらって、いろんなテクニック持ってるの。なんだろう、下から、例えば面白くなるのって、女の子とかもこうやってわざと撮ったりするのよ。ブスに撮るときとかって。マリニャンとかがよくやるんだけど、この角度で笑いを誘ってくるって、もうこれだけで面白いじゃん。この絵面だけで面白いでしょ、ちょっと。下から撮ると絶対面白くなるのよ。なんか。もう情報がさ、劣化するっていうかさ、何言っても説得力がなくなるの。そう。あと、まあ、綺麗に見せるためにこの角度で撮るとか、いろんなテクニックがあるんだよ。嫌な話だな、本当に。だから引きで見ると面白いよ、配信者って。配信者の一日店長に噛みつく。笑いの取り方うまいよね、やっぱね、芸風で。あと効果音とか意外と大事だね。あともう一つある。これもう一つやるのやってあげようか。ちょっと待ってね。叫ぶときに、いくよ。あ。ちょっと、マイクのボリューム絞っといて。マイクのボリューム絞っといてよ。マイクのボリューム絞っといて。いくよ。音を小さくしたら手上げて。マイクのボリューム小さくしたら手上げて。みんな、うるさくなるよ。マイクのボリューム絞ったら手上げて。みんな OK?オッケー、みんな絞った？いくよ。これ、ニコ生でよく見るやつね。お前、ふざけんなよ！なんなんだよ、俺ばっかりよ！ああ！なんで俺ばっかりやるんだよ！なんでだよ！もう叩くのやめてよ！みたいな。これよく聞くでしょ。これもゲーだから。これ、もうコメント走るやつだろ。バリバリするやつね。これよく見るでしょ。うん。あえて絞んなかった。これはコメント走るテクニックな。うるせえ、うるせえって言ってコメント書かれるの。あるでしょ。これは、マイクのボリュームをあえて上げるの。バリバリ、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 バリバリってさせるの。そう。
こういうテクニックもある。音ゲーだったら。うん。そう。だから、こういうね、細かいクラシックな芸風がなくなってきたのは結構悲しいなと思って。最近見なくなったもんね。あと、そのバリバリやるときはここで喋んの。バリ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 って、もう口元をやたらアップさせて、バリ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 すんの。ただのボリュームミスっていう。あるあるだよね。なんかこういうさ、なんかクラシックな芸をさ、もう PDF ファイルにしてさ、若手生主に配ろうか。情報商材で売るか。うん、意外と売れるかもしれないよね。一冊千円ぐらいでさ、コメントの走らす方とか、ワドゼミ、トークのペース配分10分間違えたわ。うん、もう頭痛いんだけど俺。トークのペース配分、エンディングらへんでさっきの持ってきゃよかったな。頭痛い、もう喋りすぎて。8時間もこのペースで喋ってるとね、もうね、辛いよ。コメントあと10分頼むよみんな。あともう2、3米でなんとかなるから頼むよみんな。でも今度これだよね、あと昼で、今度昼休憩勢が来るからね。ワドツーっつって、お昼休憩だわーっつって。のんちゃんご飯買ったの？え？食べた？何食べたの？あ、サンドイッチ食べたの。のんちゃん絵見せて、途中経過、T シャツのデザイン。ありがとう。おお、怖っ。なんかだんだんできてきたよ。怖っ。これ T シャツの表面にここにプリントされるからね。のりこが履く。やっぱ奇才だね、のんちゃん。すごくない？怖っ。ここの T シャツ。あの和道 T シャツ、捨て頃 T シャツ、のりこやっぱ天才じゃない？よくない？あ、のんちゃん、あ、いい、うん、サンキュー。いいよのりこ、もっと行こう、もっと行こう。あれっていうかコメント壊れた？見えてる？なんかコメント止まってんだけど。いいよね、かっこいいよね。のんちゃんちょっとアウトサイダーアートの毛があるからね、かっこいい、うん、いいよね。12時、昼前の静けさ。もうな、弁当何食べようかとかみんな考えてる。コメント書く暇なんかない。飯のこと考えてんだよ、うん、飯のこと考えてる。のんちゃんカレー食べに行かない？今食べたとこだな。
食べちゃったか。そっか、いや失敗したな。カレー食いたいな。あ、ダメか、昼だからサラリーマンいっぱいだ、無理だ、人混みだらけになるから。忘れてた。C&C カレー、わかんない。あ、カレー NG ワードですよ、カレー王さん。カレーの話はもうあんまりしたくないんで、僕の放送は、あ、カレー NG ワードです、僕の放送、はい、ちょっといろいろあったんで、はい、カレーは NG ワードです。なんかこっち側に表示されてなかったら NG ワードですから。そうだ、うちの放送カレータブーなんだ。ありますよ。眠い。超眠い。寝るか。ごめん、あと10分切っていい。もう眠さマックスでもう無理だわ。残り9分で申し訳ないけど、もうね、なんかね、急に疲れた今。なんかニコ生の古いテクニックを紹介したら、なんか頭が、頭痛が半端じゃないから、もうやめとこう。ということで皆さんお疲れ様です。もしよかったらツイッターと YouTube とふわっちフォローよろしくお願いします。うん、お疲れ様です。ありがとうございました。おつおつ、アイテムたくさんありがとうね。おやすみ。